英検準一級の語彙問題を分析していきたいと思います。この問題が難しいかなと思った。準一級が超品でも受験までで習わないっていうので差がつく問題です。これ4回目の出題で全部正解、 100% 正解なんです。今回初の正解多いね。 Catch on to そうで始まりました、もちゃちゃんね。さあ、今回はですね、2022年度第1回英検準1級の語彙問題を分析していきたいと思います。今回もデタタンの提供でお送りいたします。英検準1級に出た単語を勉強するならこのアプリ、毎回の試験ごとにアップデートされますからね。今回もそのデタタンに載っている過去の出題情報とともに解説していきたいと思います。まず1問目ですね、はマーシー。っていう単語が出ましたね。情けとか哀れみ慈悲とかっていうやつですけど、出題された方はショーマーシーの形でしたね。今回合わせて4回出題されていますね。で、正解になったのはただ初めてだそうですね。なるほど。で、次がテンプラメント、気質とかってやつですね。性格に関して使ったりするので、今回もねトゥインシスターっていうので双子の姉妹がいて性格が全然違うよみたいな感じでしたね。で、過去3回出ているんですが、初の正解でございます。次はシュラックですね。はい、シュラック、これね。シュラック、ショルダーズっていうので、今回で3回目で、正解としては2回目。3分の2正解になってますね。続いて、ヴェイカンシーが出てますね。空きってやつですね。からっていうのから来てるわけですね。バケーション、仕事がない。バキューム、真空とかね、空っぽを表す表現ですね。初登場です。ただし、出たたには1級と2級に収録してます。準1では出たことなかったけど、2級と1級では出てたんですね。次、インテロゲイト。はい、まあ、インテロゲーションとかね、出てきたりしますけど、まあ、尋問。今回もディテクティブが尋問してましたね。これ3回目の出場って、3回目の出題で初の正解だそうです。うん、続いて、コンプレッション。あ、この問題が難しいかなと思った圧縮とかってやつです。まあ、プレスが入ってるんで、覚えやすいは覚えやすいんですけど、まあ、消去法でやった人が多いかなと思いましたね。この3回出ていて、初めて正解の選択肢になってます。続いてが、ヒード。これは知らない人が多いんじゃないかなと思いますね。英検準1の勉強をしてれば、知っててほしいですよ。なんだってこれ、過去5回出てるんですよ。今回合わせて5回出てて、正解としては4回目。だ5分の4正解になってるので、だめちゃめちゃよく出るわけですね、準1級。でも、大学受験までだと、ヒードは習わない人がほとんどですね。だから差が出る単語なんですよ、これ。準1級が超品質。でも、受験までで習わない。っていうので差がつく問題です。だから出た単が役立つ。注意を払うってやつなんですけど、大学受験で過去にペイヒールトゥーっていうのが出たことはあります。早慶の問題でしたけど、注意を払うってね、ペイアテンショントゥーみたいなやつなんですが、これこそ差がつく問題ですね。次はアフレントですね。はい、リッチの意味ね。まあこれは知っといてほしいね。フルー、まあ流れですね。お金がこう流れてくるイメージを持っておくといいですね。過去4回出てて、2回正解になってる。まあ今のところ2分の1。次はトリビアル。まあこれは知ってる人は多いかな。些細なってやつね。まあ普通の受験用の単語帳にも入ってるし、トリビアの泉とかね、ありましたよね。もう6回目の出題。すごい多いね。正解としては2回目と。次は enviously。羨ましそうにってやつね。まあ envy が入ってるので覚えやすいです。2回目の出題で初の正解ですね。続いて obstruct ですね。はい、遮るとかこう妨げるっていうので view でしたね。今回ね、景色見えなくなっちゃうっていうので struct っていうのは作るなので construct とかね、なんで覚えやすい単語ですね。 obs 反対とかですね、そう作っちゃう。これは5回出て、5回も出てるんだ。初の正解だそうです。今回初の正解多いね。続いてステイン、まあ汚れシミとかね、これは2回出題で初の正解ですね。もうこれも初。続いてプリベイル、まあこれはまあ難関大学のね勉強とかで知ってる人も多いかなと思いますね。戦争でしたね。それでどちらも勝てなかったみたいなやつで、まあちょっとタイムリーな話題でしたけど、プリが前でベイルっていうのは力ですね。こう力が前に進んでいくっていう、まあ、そこから広がるとか勝つって言うんですね。どちらも勝てない。続いて pretext。 ああ難しい表現だな。なんか言い訳的なやつですよね。口実とかってやつですね。このテクストっていうのが作るなんで、作られたものですね、本物じゃなくて。で、準1級では初登場。初めてなんだ。1級で2回登場してるという単語ですね。1級単語ですね。じゃあ続いて assert、 主張するってですね。 assert his innocence でしたね。今回ね、無罪を主張したってやつ。で、過去3回で出て、これも初の正解ですね。いや、今回、初の正解が連発ですね。続いて、eliminate、排除するってですね。もう超品質単語。もう8回目の出題。で、正解としては4回目なんで、2分の1の確率で正解ですからね。相当回数多いね。
続いてランさん、はい、これも見たことありますね、過去にね。身代金ってやつです。なんか知らんけど好きですね。はい、5回出てきていると。ただ正解になったのは初めてですね。なんで今回は初の正解になった単語が多いね、やっぱりね。で続いてプレスティジアス、はい、もう一流のですね、まあ、本当によく出てくるやつで、過去この4回目の出題で全部正解で 100% 正解になってます。それぐらいすごくよく出る単語ですね。ぜひ覚えておきましょう。次はデスガイズですね。はい、今回スパイがこう隠すっていう風にやってたよね。変装するっていうね、まさにスパイファミリーのような話でしたけど、2回出てて初の正解。次はディボート、あ、ディボーティッド、あ、形容詞で出てましたね。そう、すべてをこう注ぎ込むみたいなイメージがディボーティッドですね。もう5回出てるんだ、すごいな。で正解は2回目、品質ですね。じゃあ続いてマディファイ、あー、はいはいはい、こう何か直したりするやつですが、はい、3回目の出題で初めての正解と。続いてイディオムですね。 contend with、 はい、contend は3回登場ですね。まあできる人も多いかなと思います。続いて、あ、4-4、はあ、これも差がつくよね。やはり4-4自体を知ってる人は少ないですね。でも過去に6回出てますから、そう、だから過去の出題を知ってれば解けるわけですよ。まあ騙されちゃうとかってやつね。で6回出てますから、でこれが正解としては2回目ですね。今回も4-4 the lie でしたね。嘘に騙されちゃうってやつでした。で次は map out、 はい、 map out もこれ KOSFC に出たことありますよね、確かね。これもう3回出題されてて2回正解になってますから、やっぱり過去問やっとこと大事ですね。続いて bet on、 2回出て2回とも正解になってますね。こうだと確信するってやつです。 bet ってほらかけるじゃないですか、お金かけたりするやつですね。それであ、これだと思うってことですよ。なんでこれすごく覚えやすいという風に分かりましたね。データ単やっときゃ解けるんですよ。 vacancy とね、 pretext だけ載ってなかったけど、 vacancy pretext は一級に載ってますから、まあ、23問正解。ただ今回ね、初登場単語がだいぶたくさんあったんですよ。まあ全部で100なわけじゃないですか、選択肢。それで28新しく初登場のものがあったんで、あ、結構多いなっていう印象ですね。で、当然、不正解だった選択肢も出た単に加わりますから、アップデートされてきますからね。ぜひ概要欄からチェックしてみてください。さあ、じゃあ実際自分もやってみましょう。問題にチャレンジします。はい、それでは実際に出た単やってみましょう。はい、こんな感じですね。たくさんの単語をね、勉強できるんですよ。他動詞、名詞、いっぱいありますね。イディオムとかもありますからね。じゃあ、やってみますか。transmit。transmit。少し。incentive。incentive。これ。compulsory。compulsory 義務。get down to。get down to。browse。browse。は、これ形。ultimately。ultimately、結局。Notably は、Under the weather。ああ、Under the weather、気分が優れない。Come in handy。Come in handy、役立つ。Unearth。この間トイック出た。Unearth は、発掘。Extinguish。消す。Minor。Minor。Dehydration。Dehydrate。Traumatic。Traumatic。Conventional。Conventional。従来の。Catch on to。Catch on to。Break the ice. Break the ice. Ice break とか言うね。Crumble. Crumble 崩れちゃったりするやつ。Approximate. Approximate. Hazard. Hazard 危険。Casualty. Casualty 犠牲者。Scenic. Scenic 景色の良い。Touchy. Touchy これ。Patriot. Patriot 最高。Memoir. Memoir を見て。はい、という感じで、やっぱり。イディオム系が難しいんじゃないかな。で、単語帳へこうやってね、移動することもできたりしますからね。この丸火ボタンを押すとですね、なんと、はい、いつ出題されたかがあるわけですね。トランスメットだったら11級で7回、正解では2回になってますよ、とか、何年の何回目っていうですね、こういった情報まで見ることができるんですね。すごくないですか？で、さらに他のものに飛ぶことができるんですね。こう Google イメージだから写真見ることができるし、語源とかもね、あ、トランスが別の場所とか、まあ、超えるとかね、でミッドが送るとかって見れるわけですよ。で、さらに物書き堂っていうアプリを持っていればですね、この物書き堂に飛ぶことができるんですよ。僕普段物書き堂の辞書を使ってるんで、押せばこうやってトランスメットのところに行くことができますね。
ランダムハウスだったり、ジーニアス英和大辞典とかね、こういった形で見ることができます。ガセークイディオムだったりとか、エグザンポーね、押せばもうエグザンポーのところに行くんですよ、こうやって。トランスメッタディズイーズとかね、はい、こんな形でね、使えるので、めちゃめちゃ役立ちます。試験があるたびに新しくどんどんアップデートされるので、掲載単語はもう圧倒的ナンバーワンですから、どの単語帳も勝てません。絶対もう単語問題落としたくないよっていう人は、ぜひデタタンダウンロードしてみてください。はい、Android 版もね、アップデートされておりますので、ぜひ、Android の方も使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching. 受験された皆さん、お疲れ様でした。